現在風はスタートレインに対して追い風、風速は2メートル前後のコンディションです。競争水面上を迎えるカーノは特選第11レース。対戦メンバーは1号艇河合光弘、2号艇野添隆弘、3号艇松田紀之、4号艇岡部隆、5号艇松下智之、6号艇北中元気、以上の6選手が争います。インコースに構えるのは1号艇の河合光弘です。隣にコースには2号艇野添隆弘、1号艇河合と2号艇野添、人気を分け合っています。3コースには3号艇の松田紀之です。4号艇の岡部隆、4コース引っ張ります。第3レースインから押し切っている4号艇の岡部、5コースには5号艇の松下智之です。6コースが6号艇の北中元気、1号艇か5号艇の松下、6号艇の北中、この3人はいずれも前半戦は3着取っています。3対3です。進入インから1番から3番バッシュ、4番は6番です。スタートしました。インコースが1号艇の河合、好スタートを切りました。一周1マーク、好スタートから逃げ体勢は1号艇の河合ですが、マークっていった2号艇の添、2号艇の添が1号艇の河合をマークに切っています。3号艇の松下になって3番手が1号艇の河合、内は4号艇の岡部です。6号艇の北中、外は5号艇松下、スタート正常でした。1周2マークの旋回です。2号艇の野添、2番手3号艇の松田ホーム直線コース、3番手4号艇の岡部、その内からは5号艇の松下に1号艇の河合、6号艇の北中、1号艇の河合と4号艇の岡部、3番手の線は1号艇河合内、外は4号艇の岡部、そして6号艇の北中。2周1マーク、1号艇の河合が3番手、6号艇の北中、4号艇の岡部ですが、現在は4番手5番手です。先頭は2号艇の野添、3号艇の松下が2番手、3番手は1号艇の甲斐です。2周2マークの旋回、2号艇野添、3号艇松田、3番手単独の3番手です、1号艇の甲斐。レースこれから最終周回に入っていきます。好スタートを決めたのは1号艇の河合、しかし2号艇の添がまくって先頭です。3号艇松田、1号艇の甲斐、2番手3番手、最後のバックスレッジ上位体勢決してます。2番3番1番の体勢です。4番手4号艇の岡部、後方は6号艇の北中と5号艇の松下です。3連単の図2312 23.4 倍が示されていました。ラストターンマークの最後のホーム直線コース、まもなくゴールです。先頭は2番野添ゴリ、3番松田、1番の河合ゴリ、4番岡部ゴリ、6番北中、ラスト5番の松下ゴリ。